はい、お便りのペガサス田中でございます。引き続き TD の関口さんにご参加いただいて、今からねエンジニアの方とさらにねこの製品の深掘りをしていきたいと思いますので、よろしくお願いします。じゃあすいません、画面越しから失礼します。自己紹介をお願いしてもよろしいですか。じゃあ私スピーカーの設計の方担当しております、武田と申します。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。同じく、エレクトロニクス製品ですね、今回は TAD-D1000TX、 それから TAD-DA1000TX、 こちらのディスクプレイヤーと、はい、あと DS コンバーター設計担当しました沼崎と申します。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、ということでお二人に今日はね徹底的に解説していただきたいというふうに思っております。まずスピーカーの新作ということでね、先ほどもご紹介させていただいた TDE2、 こちらのちょっとご紹介をしていただきたいと思うんですけれども、だいぶ ME1 とかから変わったっていう印象があるんですけれども、このデザインとか、お色とか、そういうところ、はい、についてちょっと教えていただければなと思うんですけど、いかがでしょうか。今回一番何が変わったかっていうところで、誰でも気づくのが、今まで弊社のスピーカーの製品は、全てエボリューション1とか、ディファレンス1とか1シリーズでした。で今回は初めて、2という、数字を使っております。そこ何が違うのっていうの、もしかしたらそこが一番気になるお客様も多いのかもしれないんですけども、そちらをまずちょっと軽くご説明いたします。今までの TAD のスピーカーというのが、その同軸ユニットを使用した3 way の構成となっております。で今回の E2 というのは CST を使用していないツイーターとウハのシンプルな構成となっており、そこの違いというので1ではなく2という新しい数字の方を使った名前を変えたというところになっております。なんですかね、シンプルな 2way の E2 を設計するにあたって、弊社としてそのサウンドコンセプト、音像と音場の高次元の融合、それを考えたときに、それをどうすれば実現するだろうというのを考えて、そういう技術を盛り込んだスピーカーとなっております。いろいろ変わったところがあると思うんですけど、はい、一つちょっとお聞きしたいのが、バスレフ ME1 とかもこう横のサイドにあって、こう前後から出すバスレフだったじゃないですか。そうですね、はい、今回は下の方、要はボトムバスレフみたいな感じになってると思うんですよ。最近のなんて言うんでしょうかね、スピーカーの主流として結構ボトムバスレフのものが増えてる印象があるんですけど、そういうところについて何かこう、教えていただけないかなというところがあるんですけど。そうですね、まず、サイドポートをやめたっていうのは、まずその全体的なプロポーションを考えたときに違和感のないサイズ感にして、できるだけスリムにしてその音場感を出したかったというのがまず一つになります。でどうしてもサイドポートを使いますと、その分横に部品が増えるというのもあって、ちょっと横幅が増えてしまうというのもあって、ちょっとそういうのとは違った形で今回のスピーカーは開発したいというのもあって、サイドではなくて下の方にポートをつけました。今回はウハイのユニットが今までのものよりも小さいものを使ってます。朝型のコーンで、使用してますので、低域の音量とかキレとかが若干薄くなってしまう。ただその代わし広がりとかその辺はいい方向にはなるんですけども、その場合その低域をしっかり出したいっていうのもありまして、その低域の量感を稼ぐためにその床のバウンダリーエフェクトも使いたかったというのもあって、そこ面に持ってきました。ですのでスリムな形、幅が底の板が32センチなので、かなり今までの製品と違って狭いところにも設置できますし、床のその反射等々を使って、低域の量感も高めるという思想の下で、下の方にポートを設けました。はい、ありがとうございます。じゃあ量感ももちろんですけど、そのスタイル、そうです、ね、デザイン性も、失うことがないようにっていう配慮っていうことで、そういうアプローチをされたっていうことなんですかね。他に何かこうアピールというか、ここが大きく変わったよっていうところがもし武田さんであれば教えていただきたいんですけど、従来の ME1 とかですね、 T1EX ともし違うよっていうところがあれば。はい、
そうですね、はい、まあ、一番大きく異なるのは冒頭の説明でもした通り、CST ニットを使ってないというところ、まあ、そこが一番お客様の何ですかね、視点に立った時にあれって思うところだと思います。まあ、そこのシステムなんですけども、まあ、同軸をやめて ME1、まあ、E1TX で使用している CST のユニットのツイッターのユニットを、今回使用しております。でそのツイッターのユニットにウェブガイドを、取り付けて、まあ、広がり等々も考えながら設計しております。今回そのウェブガイドの方も実際その試作の時には、10個ぐらいですかね。まあ、だいぶ試作して、今その 3D プリンター等々もあるのでその形を 3D プリンターで作って測定して音聞いてっていうのをまあ何回か繰り返して、まあ、もちろんシミュレーションして計算の方は先にしてるんですけども、どうしてもその最後の微調整というところでものを実際に作って音聞いてっていうのを繰り返して、で最後に、この形だっていうので形を決めて作っております。やっぱそうなるとやっぱり今までが同軸だったものを変えるっていうところでかなりまあご苦労があったんじゃないかなというふうに想像はしてたんですけれども、かなりやっぱり試行錯誤して出てきたっていう製品なんですかね、E2 は。そうですね、はい。まだねちょっと音の方は改めて後で視聴させていただこうと思うんですけれども、はい、ME1 とか E1TX っていうのと音の方向性的にやっぱり違うアプローチというか、まあ、目指す方向が違う感じの印象に受けたんですけれども、やっぱそこは意識して作られたんですかね。はい、そうですね、またこちらもちょっと繰り返しになってしまうんですけども、はい、弊社のサウンドコンセプト、はい、音像と音量の高次元での融合、こちらは全てリファレンスであろうが何のモデルであろうが、ブレないところになっております。うん、そこを考えた時に、まあ、そこを考えてそこを目指す実現するために、まあ、どうしようかなっていうので、まあ、いろいろ悩んだんですけども、はい、まあ、方向性的には何ですかね、そこを目指してやっておりました。はい、他の PAD の製品だとちょっとその音を聞くのにちょっと緊張しちゃったりっていうような、うん、その音場とか音像とかちょっと緊張しながら気楽に聞けないっていう声もやっぱ若干お客様の方からいただいており、うんうんうん、今回のやつはもうちょっと下のグレードのものになるので、この音楽にこう酔いしれたり、音楽をより気軽に楽しめるような、スピーカーにしたかったというのがあります。なるほど、なるほどです。と、単純に思ったんですけれども、まずこのブックシェルフではなくて、トールボーイから出されたっていう何かこう理由みたいなのってあるんですか？フロアスタンディング型っていうのは、はい、市場からね、結構熱いリクエストが、もう全世界。あ、そうですか、そうですか。宇宙からこうあったような。いやー、幅広いですね。いや、もうペガサス的にはこう宇宙って言われるとね、非常にちょっと話題としてね、ありがたいんですけれども、やっぱりはね、かなりプロアスタンディングの方が需要が大きいっていうことなんですかね。ヨーロッパなんかではやっぱりプロアスタンド型っていうのがだいぶ要求されてるっていうのもありますので、うんうんうん、でブックシェルフタイプと比較しても、その同じ設置面積であればフロアの方がいいっていうお客様も多いので、その辺の需要の声も考えた上での先に出したっていうものになります。あ、なるほど、なるほどです。いや、確かにおっしゃる通りで、ブックシェルフでも結局スタンドがいるので同じ容積使うじゃないかっていう、ね、床面積では、まあ、そうなるとやっぱり低音ね出せる、低域の出せるユニットが多く使えるフラスタンド型の方がやっぱりいいなっていうのは、まあ理屈には合ってるのかなと思いますし、私もよくそういう説明をさせてもらってます。あとはこの E2 を作るにあたってご苦労された部分が他にあったりとか、あとなんか裏話みたいなところ、まあ、お話できる範囲でいいんですけど教えていただけると。先ほどツイッターのお話したので、まあ次ウーハーのお話をしようかなと思うんですけども、はい、カタログ上にもあるんですけども、デルタブレースという説明ございますよね。デルタブレース構造、はい、でこれ何ぞやという、うん、まあ、カタログだけだとちょっと断面図等々がないんで分かりづらいのかもしれないんですけども、はい、どうしても先ほど言った朝方のコーンですので強度的な問題、なぜ朝方にしたかっていうところなんですけども、はい、今回ツーウェイということで、そのツイッターとのクロスオーバーの帯域にわたって、その良好な、思考特性を得るために、まず朝方の
カーブドの形状を採用しております。で、朝型のこのコーンっていうのはその指向特性はスムーズでコントロールしやすいんですけども、一方でその振動板としての構造の強度が低いんですね。どうしてもこう深型のやつと比べてこう浅いんでちょっと弱い。そこの課題に対して、まあ、どういう手法で解決しようかなっていった時に、まあ、一つとしてそのデルタブレースというセンターキャップと、ボイスコイルとあと振動板をつなぐアルミの部品を使用しております。これの効果で、その指向特性、まあ、朝型のコーンを使った指向特性の良さとそこの強度が増すことによってその力強い低域再生の両立というのを実現させました。中央にシルバーのリングみたいなのがあると思うんですけど、それがあのデルタブレース、アルミのその合金のブレースになります。なるほどなるほど。これも E2 からの新しい技術というか、はい、そうですね、ということなんですかね。はい、今まで ME1 って、まあ、3ウェイだったと思うんですけど、はい、これは2ウェイになるんですか？ 2.5 ウェイ。そうですね、2.5 ウェイですね。あ、2.5 ウェイになるんですね、はい、上のウハが、はい、下から中域で下の方が、はい、低域の方の再生をしているものになります。なるほどなるほど。じゃあ、 まあ同じ見た目と同じサイズですけれども、まあ、補っている帯域が違うということですね。で、まあ、2.5 ウェイということなんですかね。補っている帯域が違うというか、はいはい、なんて言ったらいいんですかね。ツイーターとウーハー2発がついてて、はい、まあ、上のツイーターとあとウーハーで、まあ、一つの構成という 2way の構成、はい、その下のウーハーの方で、まあ、低域の方を増強といったらいいんですかね、補強といったらいいか、それで、2.5way というシステムにしております。あ、なるほどなるほど。でツイーターもウーハーもかなり変わって、まあ、ボトムバスレフになってっていうところも、まあ、大きく変わったと思うんですけど、はい、この見た目、今まで ME1 とかね、はい、E1TX とか、まあ、あと上位の機種ピアノフィニッシュみたいなグロスが多かったのかなと思うんですけど、明らかにこの E2 からちょっと変わってきたぞっていう感じがあるんですが、やっぱここには何か意図というか目的みたいなのっていうのはあるんですかね。まあ、そうですね、これもあのお客様の声の一つとして、そのやっぱり今までの TAD がピアノブラックが、はい、まあ、基本その下のグレードのものが多くて、うん、まあ、ちょっとその何ですかね、やっぱ高級感があるんですけども、その同時にこう存在感があるので、リビングとかでその気軽に、まあ、使えないとか、そういう声があったりとかしてました。その他にもその木目柄が欲しいという声もありまして、で今までですとあの、まあ、CE1 があったんですけども、うん、まあ、販売終了という形になったので、木目柄を買おうと思ったら、まあ、その上の CR1 になってしまう、うん、まあ、そういうのもあったので、まあ、木目柄の方をちょっと開発してみたいなというので、今回木目のスピーカーにしてます。やっぱり、ね、奥さん対策として大事だと思うんですよ。私なんかはね、まあ、オーディオマニアなんで、うん、ピアノフィニッシュは、ね、大好きなんですけど、奥様のね、こう、そうですね、あのやっぱりこう懐というか家計を担ってるようなご家庭だとね、やっぱ奥様の意見もかなりね重要視されるので、まあ、やっぱりスピーカーもこう音とか鳴らさない時も、まあ、ちょっと大きい家具みたいな、うん、まあ、そういう感じだと思うんで、そうですね、まあ、今回その木目ということで比較的リビングだったり、まあ、いろんな空間に合わせやすいように、合わせやすいですね、調和が取れるようにということで、はい、マッチしますよね。そうですね、最近多いのが、まあ、ちょっとね TD さんの話ではなくなっちゃうんですけど、あの今まで全然人気のなかったホワイトがよく売れるんですよ。ちょっとこれ一つ衝撃で、うん、あんなにホワイト売れなかったのに、やっぱリビングとかに合わせたいっていう声が多くなってきてるっていうのと、やっぱりその若い方がまたスピーカーに興味を持っていただいてるっていうのも一つあるのかなと。うちなんかね、オタイオーディオは結構 YouTube 皆さん見ていただいて、若い方がね、あの本当に来ていただけるの で、そういう声も多いんでね、やっぱり色って大事なのかなっていうのは思いましたね。そ う、はい、まあ、そういう意味ではこう我々のラインナップの中でも、はい、まあ、新しいこう選択肢としての、うんうん、まあ、色っていう一つの意味でも、いや、いいですよね。そうですね、ありがとうございます、はい。じゃあ、TD の沼崎さん、はい、沼崎、よろしくお願いします。はい、あら、
はい、改めて今回新しくディスクプレイヤーと DA コンバーターが出たということで、こちらについて、はい、あのまあ、今までと違う部分であるとか、まあ、セールスポイントあれば教えていただきたいと思うんですけど、同じようにやっぱり TAD のその音の目指す目標っていうところは、同じです。サウンドコンセプトっていうところですね、音像と音場の大事件での両立、ここはもう本当にぶれないところっていうのを目指しましょうというのは、もうずっと大昔からそれこそやってます。でこのエボリューションシリーズ、まあ、弊社ね、リファレンスシリーズとエボリューションシリーズと、展開してますけれども、すべてが到達点は同じと、考えていて、今回の機種も同じようにそこを到達点しております。ただそこに対するアプローチっていうのは、今もいろいろお話があった通りで、エレクトロニクスこの製品でも、アプローチの仕方っていうのはいろいろと変わってます。まあ、その中でもただやっていくべきことっていうのはみんなやっぱり同じで、いかに我々のその目指すところに合致する技術を用いて、この製品に投入していくかっていうところで、苦労話じゃないですけども、まあ、楽しくこう設計しているっていうところを主張はしたいんですけれども、まあ、深掘りっていうところですね、はい、非常にやっぱり追い込んでやってます。なるほど、なるほどです。この後にいくつか、はい、ご説明はしたいと思います、はい、ただ、まあ、簡単に言うとやっぱりそういった深掘りをすることで、聞いていただいている方には結構分かるかなと思うんですけれども、前の機種一番初めにオリジナルで出したのが2013年、2013年、あ、もう10年ぐらい前ですかね、9年、あ、まあ、リリースしたのは昨年なので8年も経つ、8年ぐらい、はい、なるほど。それの進歩っていうか、まあ、エボリューションシリーズなので革新性とか進歩性とかっていうのをやっぱり歌っているんですけれども、そのあたりの進歩性っていうのはもう音で聞いて取れるんじゃないかなと、はい、思ってます。なるほど、なるほどです。ちょっと私から2つほどお聞きしたいことがあるんですけど、ダックチップって多分おそらくバーブラウンを使って言われてらっしゃるのかなと思うんですけど、今世の中だと旭化成だとか AKM シリーズとか、はい、あと ESS 社の ES シリーズなんかがよく使われてるんですけど、これバーブラウンにまあこだわられるというか、まあ、バーブラウンをその採用してるっていうことのまあ理由だとか、まあ、エピソードみたいなのがあったらちょっと教えていただきたいなと思うんですけど、はい、とてもいい質問を受けたまわりました。ありがとうございます。語ったら多分3日ぐらい。あ、3日ぐらい。おお、これ大満足ですね。はい。我々、使っている DA コンバーターの、はい、まあ、チップとして、はい、使っているもの、これは、現、TI 社ですね。テキサスインストルメント社になりますけれども、もともとは、まあ、バーブラウンという、会社で、かつ今もこの DA コンバーターについてはバーブラウンっていうブランド名で展開されているものになります。我々がやっぱり使っている最大の理由っていうのは、内部の回路であったりとか、まあ、技術的な部分っていうのが TAD の目指そうと、まあ、古くはもっともっと古ければ、それこそまあ我々のグループであるパイオニアの、まあ、機器ですね、そういったところでも音の方向性っていうのが合致していた。で、さらに高みを目指せるっていうチップということで、このチップ、使い続けています。元はというとですね、だいぶこれ、日本バーブラウン社の、まあ、エンジニアリングの方とは、非常に昔から、まあ、共同で、やってたチップになります。で、変な話、こういった IC の中って、拡大する前、こう、パンで広げれば、基板と同じようなものです。電気回路的には。うん、なので、うん、そこをどうやって配置ストラクチャーを置いて、どういう回路を構成していくかっていうのをちっちゃくしていくと IC チップになるんですけれども、うん、そこの中に対する考え方っていうのは、まあ、我々の、技術っていうのもディスカッションしながら盛り込んでいただいたものっていうのがルーツにあります。入り口の方式、それから出口の方式、例えば DA コンバーターで言えば、電圧出力するタイプであったりとか、チャージポンプ、大体出力のチップであったり、このチップは電流出力なんですね。で、それっていうのは非常に対ノイズ性能も高い、それから高段の回路でのオリジナリティを出しやすい、使いこなしがしやすい、で、かつやっぱり、使いこなしによっては非常にパワフルに鳴らすこともできるし、繊細な
鳴らし方もできる、そういうのをいろいろと可能性を未だ持ち続けているなので、採用しています。長かったですかね今の。いえいえ、どんどんです。あの3日分を5分に縮めました。ありがとうございます。あの楽しくしていただいて3日でも3日は3日でそれはそれで面白かったかもしれないですけど。あともう一つお聞きしたいのが、これ多分 TAD さんがおすすめする聞き方でいいんですかね、あのディスクプレイヤーにボリュームがついてると思うんですけど、まあ、それを使って TAD さんのステレオパワーアンプにまあダイレクト接続して聞くっていう、これ多分あの接続方法なんかも TAD さんのホームページであったように記憶してるんですけど、まあ、それについてまあ、まあ利点というか、どうしてこういう接続方法をおすすめしてるのかっていうところを教えていただけると思うんですけど、いかがでしょうか。我々の中でも、まあ、オーナーの方、お客様次第ではあるんですけれどもね、楽しみ方としては。はい、一つ、技術的なことを言うと、追求する一つの項目の中にシンプル化っていうのがあるんです。接続としては、まあ、単純に、本当にシンプルに製品っていうか、システムを構築できますよね。で、かつ、弊社、入り口から、やっぱりスピーカーの出口まで、ラインナップで揃えているので、特にその、まあ、ワールドワイドで要求がどうしてもあるのは、弊社の製品で揃えたい。ミニマムパッケージで揃えたい。でもやっぱり我々の目指す音の方向性っていうのは、きちんと再生させたいっていう中で、極力間に、まあ、誰も入ってくれるなって的な。なるほど、なるほど。はあるんですけれども、まあ、それによって確かに設置する自由度っていうのも高まりますし、そういった意味でもいろいろとね、あとは先ほどの奥様のこの、あ、なるほど、奥様のところにも、メリットはこうあるのかな。なるほど、なるほどです。はい、そういった意味でシンプルなシステム構築を我々としてもご提案したいというところで、ボリューム操作簡単にできますっていうような提案ですね。はい、なるほど、なるほど。技術的にもやっぱり手を抜いて いないです。まあ、よく言われるのがボリュームどんどん絞っていくと、どうしてもこう音痩せしちゃうとか、ダークなっちゃって音像が、あとは声も細くなっちゃって、そういうのがないように非常に小音量、ボリューム絞った時でも音痩せしない、例えばそういった弦楽40層であったりとか、小音量小さい、やっぱり最近のおうち時間、夜なんかにね、あんまり大音量出せない時も音痩せしないような回路構成っていうのを構築しています。ご安心して内蔵のボリューム機能を使っていただければと思います。なるほど、ボリュームにもかなりこだわっていらっしゃるということが今の話でも伺えたんですけど、すみません、ちょっと私が知識不足でお聞きしたいんですけど、これはデジタルボリュームになるんですか、アナログボリュームになるんですか。パッシブではないですよね。アクティブボリューム。ただまあ、そういった中でも、今お話ししたように、僕ら数値性能、やっぱりバックボーンとしては揃えるんですけれども、そういった時に、どんくらい絞っちゃうと、要は、シグナルトゥノイズですよね。ノイズのレベルっていうのは変わらないけど、どんどん信号レベルが小さくなるので、SN 比は不利になってはくるんですけれども、そういったところで理論的に影響が出るのは、まあ、後ろにある製品でボリューム値って、数字が出てくるんですけども、いくつになったら影響出てくるかっていうと、そこに出てくる数値で8っていう数字よりも小さくなると、やっぱり数値性能的には影響が出てきます。なるほど、なるほど。でも8よりちっちゃいって相当音ちっちゃい感じになっちゃいますよね。聞こえないですよ。聞こえないですよね。だから大体聞くとしたら40から50、下手したらまあ10くらいの、40から60くらいの間、50くらいで聞くとは思うんですね。なので後ほどまあ聞いていただければ。そうですね、ちょっと 8でも聞いてみます。出るのっていうのを、ぜひご堪能ください。わかりました。ちょっと聴感上でもね、聞いてみて、蜂が聞こえるかどうかも、ちょっと実験してみたいなと思います。はい。はい、そういった、気合の入った内容のボリュームになります。なるほどです。
結構珍しいですよね。まあ、DA コンバーターとかネットワークプレイヤーにそのボリュームがついてるっていうのはもう昨今珍しくないんですけど、 CD プレイヤーにボリュームがついてるってちょっと私の思い出すところだとちょっと考えつかないんですけど、なかなか歌ってはいないとは思うんですよね、そこの機能っていうのを。それは僕らで言うとやっぱりそのトータルのパッケージ、要はスピーカーまでやってるっていうシステム提案ができるから、そこはだからこそできるっていうことなんですかね。なるほど、歌として歌うっていうのをやってます。なるほど、なるほどです。やっぱりね、スピーカーからエレクトロニック製品まで全部やれるっていうところの強みですよね。他に野崎さん、なんか開発されるにあたってご苦労されたところだとか、なんかそういうところありますか？そうですね、やっぱり一つお話し差し上げると、ちょうどこの、スピーカーも含めて、あとはおそらく他社さんも含めてなんですけれども、昨年リリースした製品の開発時期っていうのは、まさに経済がドンってこう要は開いたタイミング。なるほど、なるほど。それはコロナの影響っていうことですかね。はい。なので当然開発投資っていうのもストップっていう会社多々あったと思います。我々も多分に漏れずそういった中で、逆に言うと結構時間が取れたんですね。深掘りする。お金をかけずに深掘りするっていう、もう一度こうなんていうんですかね、ベーシックなところから、ちょっとやれたっていう、それが苦労ではないんですけれども、ピンチをチャンスにできたのかな。でその一番の賜物が、ホームページでも一番上に出てくるんですけれども、今回の、USB にメインで使っている USB 入力のエンジンなんですけれども、ここをドッカーンと変えることができました。これ第3世代になるんですけれども、第1世代、第2世代。第1世代が弊社の製品でいう、ダックプリの、C2000、TAD-C2000 というエボリューションシリーズのデジタルプリアンプル、ダック内蔵のプリアンプルが第1世代。その次に、その2013年のオリジナルの D-1000、DA-1000 に積んだエンジンが第2世代だったんですけれども、そこからドーンってやっぱり変えました。今までは機能追加追加で、同じ IC の中にいっぱい詰め込んでたんですけれども、それをもう一回ちょっときれいに断捨離じゃないですか、やることができたんです。結果的に言うと、カタログにも書いてあるんですけれども、非常にやっぱりフロアノイズっていう、もう IC のエンジンの中でのフロアノイズっていうのを下げることができてます。この USB のエンジンとは言ってるんですけれども、実はプレイヤーであれば、その SACD のストリームも全部ここで処理してたり、スペシャルフィルターをかましたりとか、あとは、CD とか他の、デジタル入力の、PCM の信号の、デジタルフィルターの処理をしてたりっていうことで、そこを全部みんな経由はしているとかの、エンジンなんですけれども、そこの音質っていうのを非常に深掘りすることができました。そこも実は聞いていただきたいポイントではある。なるほど、なるほどです。昨今はパソコンとか、トランスポートに USB で、つなぐっていうようなことも多いですし、当然 DAC なんでデジタル入力をメインとして使っていただくので、やっぱそこの見直しって大きいんですよね。そうですね、はい、大きいですよ。かなりね、うちのお客さんからもね、DA コンバーターお問い合わせみたいなのはもう本当に年々増えてってる感触があるんで、やっぱりね、そこにTD さんの、製品を一つこういうのありますっていうところでやっぱご紹介できるっていうのは我々としてもね、本当にありがたいですし、やっぱりいい製品で、いい音で聞いていただけるっていうところで、やっぱ日本製ということで安心して使っていただけるのかなというところで、なかなか DA コンバーターでこれぐらいの価格で日本製って多分そんなにも多くないと思うんで、素晴らしいなと。いうところで、まだ音は聞けてないんですけど、はい、ぜひぜひ反応してください、はい、あとは関口が頑張りますので、わかりました。そこはちょっと関口さんと私と、また陽介管理人も入れて陽介さんがいらっしゃるので、はいはい、安心してますので、わかりました。他に、野崎さん、何かもしお話があれば。そうですね、ホームページ上で、フィーチャー、
歌っている中で今言ったようなその USB の第三世代にサードジェネレーションになりましたよとか、あとはボリューム機能内蔵してシンプルなあのシステム構築できますよ。もう一つ大きなところで、まあ、電源部分にもメスを入れてます、はい、で今回一番大きいのがですね、そのダイレクトなワイヤリングで電源供給をしたい。エレクトロニクスってもう本当にどのエンジニアも多分言うと思うんですけど、電源に始まりグランドに終わるじゃないですか。そこってものすごくやっぱり基本なところで、いかにボトルネックなく電源供給して、うん、でしてあげればやっぱりノイズも当然必然的に減っていく。あとは大電流、例えばフルオケでバーンと鳴らした時にこうなんていうんですかね、追従性であったりとかクラブ系の音でずっとこうスパンって切れる時の収束、うん、スピーカーの要は駆動能力じゃないですけども、スパッてやっぱり止めてあげるような強靭な電流供給能力、それを司るのってやっぱり電源になるんですね。そういったところのピュア度っていうのを非常に上げてます。例えば今回、まあ、電源トランスなんかでも直出し、電源トランスって1次側と2次側がこうやって結合させて、磁石で結合させて、うん、でさらにこう引き出しの線があるんですけれども、それってなかなか電源トランスを作ったときに、電源トランス巻いた後に一回引き出し線っていうのを使うんです。だからピロッと出てますよね、線が。そこで一回こう結合が途絶える。だけど我々はその中をそのまま引き出して、でダイレクトなワイヤリングができるようにしてます。でかつだいたいその引き出し線使った後ってコネクターになっちゃうんです。コネクターって引き側がポストになるんで、こうポストをはめると線接触になってしまいます。だけれども僕らが今回採用したのは大型の丸型のターミナルです。でかつ受け側もそのターミナルなんですけれども、これリファレンスのシリーズで今までずっと使ってたものを、今回のエボリューションシリーズでも、まあ、贅沢に使わさせていただきました。でかつそれって我々結構カスタムで作ってるんですけれども、純銅で非磁性なんです。どうしても電気信号、まあ、特にこういった小信号を流すときって手歪みっていうのの影響が非常に、だからそれを要は抑止するために非磁性のパーツっていうのを使ってます。例えばビスも非磁性なんです。純銅の OFC の純銅の非磁性を使ってます。だからよくドライバーでピタってくっつかないんですよ。なるほどなるほど。でそれは音質のためにやっぱりそのボトルネックにならないように電流供給が非常にスムーズにいくようにっていう形で採用しています。そういったこうもう深掘りですね。なるほどなるほどです、まあ、一つ一つを追求していくことで音もどんどん良くなっていくっていうことなんですかね、はい、私なんかもねやっぱで電源はやっぱり相当大事な部分なのかなっていうのはまあ常々感じてはいるんですけど、はい、まあ、電源ケーブルもう一つ変えるだけで音ガラッと変わってしまうので、まあ、かなりご苦労が、ね、はい、あったんじゃないかなと思うんですけど、はい、カタログ今拝見してると、はい、トロイダルトランス非常にね、はい、なんか美しいというか綺麗でそれは嬉しいです。見た目だとね悪者にされちゃうんですよね。あもうこう見てるだけで本当に美しいんですよね。やっぱりそういう製品って本当にやっぱ丁寧に作られてて、もう音がいいっていうのはもう本当に見ただけで感じてしまうんで、はい、まあ、そういうところも TD さんかなり丁寧に作り込まれてるのかなというところは、はい、私も、はい、多分それはね、もう我々のそのグループ、まあ、昔で言えばパイオニアなんですけども、はい、その時代のもう 先人からはまず新人でエンジンに入ると、はい、まず回路とか作るじゃないですか、はいはいはい、美しいか、あ美しいか、あなるほどなるほど、もうハテナだらけなんですよね、まず新人なるほどなるほど、何言われてるか分かんない。それはまあ性能であったりとか、やっぱりそういった見た目であったりとか、うん、整然な並び方ですかね、うん、やっぱりそういったところっていうのはきちっと作っていれば、うん、やっぱりおのずとそのものから出ていく、まあ、映像であり、まあ、車であったら速攻、うん、性能であったり、我々で言ったら音には現れると思うんですよね、うん、はい、そういったところは非常に気遣ってやってます。なるほどなるほどです。
本当、不思議なことに、やっぱいいオーディオって中身の回路綺麗ですもんね。そんな感じはするんですけど。はい、ええ、パッて浮かぶと、アキフェイズさんで。もうアキフェイズさんですね。はい。綺麗ですよね。すごい綺麗ですもんね。はい、ああいう見せ方っていうのは必要だとは思うんです。あと、まあ、海外の製品なんかはね、そういったところも非常にやっぱり、まあ、おしゃれにされてますもんね。はい。そういうのは一つ大事なところだと思います。はい。はい。はい、ありがとうございます。座談になっちゃいましたね。大変楽しく聞かせていただきました。ありがとうございます。大丈夫ですか？はい。他にはですね、まあ、いくつかございます。はい、例えばプレイヤーとあとは DA コンバーターそれぞれで、はい、ぜひっていうところもワンポイントずつついてあげるとしたらですね、はい、ディスクプレイヤー我々、はい、読み込みのピックアップレンズからもうやっぱりグループ内で設計できるので、車設計、はい、はい、それを言ったら、ね、読み込みの部分、非常にやっぱり使いこなしっていうのでも、私なんかはその回路設計やれてます。例えば我々の要はピックアップレンズって早く動いてないんです。すっごいゆっくり。で、それがゆっくりできるっていうのは、レンズからレーザーがギュってこうディスクに当たるんですけれども。レンズが上下してもブレないような収差が起こらないようなレンズ設計してるんですね。それっていうのはもう多分弊社のピックアップレンズぐらいだと思います。今の系では、まあパイオニアグループだとね、昔からPC 用のドライブなんかやったりとか、光学系のやっぱり技術っていうのは優れていく部分があるので、でそれを少ないノイズで回転させてるとかっていうのもあんまり多分他社ではやってない。あともう一つ DA コンバーターで言えば。先ほどご紹介いただいたそのボリュームですよね。普通の出力だけじゃなくて DA コンバーターの方はヘッドホン用のヘッドホンアンプも内蔵してるんですね。で、そこについているボリュームっていうのも完全にヘッドホン用のボリュームとして同じような回路構成してます。さらに言うとヘッドホン用の DA コンバーター独立で抱いてます。さらに言うともっとその前のデジタルフィルターもヘッドホン専用で独立で。おー、すごいですね。へえ。とどめはですね、電源も独立なんです。要は、もう一個ヘッドホンアンプを抱いてるようなものです。かなりこだわって、ヘッドホンの方にも力入れていらっしゃるんですね。うん、アピールしてないところがありすぎて。なるほど、なるほど。確かにヘッドホンっていうイメージはちょっとあんまりなかったんで、今ちょっと驚いてるんですけど。はい、この、なので、一番右のところ。そうですね、下にございます。なるほど。あ、でもディスク。これはなくて、そうなんですよ。こっちなんですね、はい、学校の方には。知らなかった。実はボリュームも、右側がそのヘッドホンの用のボリュームで、左側がダックとしてるっていうのちゃんとこう分かれてるので。すごい、セパレートされてるんですね。す知らなかった。もう一個製品が入ってるようなイメージですね。それなんかちょっと お得な感じですね。お得感ありますね。すごいですね。聞いてみてください。ああ、じゃ聞いてみます。ありがとうございます。いや、お二方、はい、どうですか、全体を通して最後にアピールしたいこと、お話したいことあれば、ぜひぜひ。そうですね、音聞く前になんですけども、はい、まあ、今回の E2 なんですけども、その、まあ、スリムなその 2way のフロア型にありがちなその線の細さ、うん、そういうものを感じさせないような、中音の域が充実して、ミッドレンジがないんですけども、それを感じさせないような音っていうのを目指しております。で、その中でその音像のコンパクトなまとまりと定位する位置、その左右だけじゃなくてその前後とか方向で、さらにその緻密な音像情報の再現っていうのを目指したスピーカーですので、うん、その辺もちょっとお聞きいただければなと思います。はい、わかりました。この後ちょっとね、ぜひそこを注目して聞かせていただこうかなと思います。ということで、今日はリモートで出ていただいてありがとうございます。お時間ありがとうございました。ちょっとね、この後視聴して、ちょっと音の方は聞かせていただこうと思ってるんですけど、いやー、もうこれも期待せざるを得ないですね。これだけ新しい技術が詰まったこの製品、ね、フル TAD のシステムで聞きますんでね、本当陽介管理人にね、一緒に聞いてほしかったんですけど、ちょっと今、
多分オリンピック見に行ってんじゃないかなと、北京に、北京の方に行ってんじゃないかなと思うんで、海を越えて僭越ながら私でちょっと聞かせていただこうかなと思ってます。すいません、スピーカーの、開発の武田さんと、あとエレクトロニクス製品の沼崎さんに今日は出ていただきました。ありがとうございます。はい、ありがとうございました。またよろしくお願いします。ありがとうございました。